大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで。皆さんこんにちは、メタボのおっさんです。このチャンネルも今回で30本目の動画になりました、これを記念してじゃないんですけど、まあちょっとオープニングをリニューアルしてみました。今まではオクラホマミキサーっていう曲やったんですけど、今回からは大阪うまいもんの歌に変えました。まあこの方がちょっとグルメチャンネルっぽいかなということで、また音程がずれてるとか不評やったら元に戻したいと思いますので、よろしくお願いします。今日ご紹介するのは中央区にあります洋食屋富士屋さん、洋食屋富士屋さんをご紹介したいと思います。このお店、昔ながらにある町中の洋食屋さんなんですけど、なんと、ミシュランのピプグルマンを、受賞したお店です。ミシュランと言いますと、フレンチ、イタリアン、スペイン料理で修行した息子さんがすぐ近くで富士屋1935というお店をされています。洋食屋さんの富士屋さんの方に戻ります。今日はカキフライとハンバーグ、ライスと赤だし、お漬物がついて900円です。ランチは混むので11時半の開店前に並ぶのがいいと思います。この日も11時15分に行ったら3番目でした。はい、こちらがカキフライとハンバーグです。こちらが全体です。ライスと赤だしと漬物がついてます。夜は3000円のコースと4000円のコースがあります。いろいろ相談にも乗っていただいて感謝しています。こちらは去年2019年の記録用に撮った写真ですけど、この時ランチ850円でした。今値上がって900円になったんでしょうか。日替わりランチだけじゃなくて定番の定食メニューもあります。近江牛ステーキ定食5000円、その下のスペシャル定食2300円、一度食べてみたいんですよね。街の中の洋食屋さん、お昼は安くて美味しくて手作りの味がします。とても、好きなジャンルです。皆さんもぜひ洋食屋さん見つけて食べに行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。中央区にあります洋食屋富士屋さん、晩もコースやってはって美味しいので、ぜひ食べに行ってください。それでは皆さん、また See you。